はい、トモイータです。今回はですね、本庄サーキットにやってまいりました。はい。で、今日はね、スタッフと一緒に走ろう壮行会っていう壮行があって、壮行会が本庄さんの方で。で、そちらにちょっと参加します。25分 ×6 ヒートで、見舞金とか計測器付きで1万500円。すごい安いと思うんで、ちょっとね、で、台数も少なそうなんで、ちょっとね、タイム狙っていこうかなと思います。で、去年が43秒4だったかな。で、今回は、まあ、いろんなサーキットからタイム更新見ると1秒ぐらいは縮んでるんで、まあ42秒5とか、まあ前半ぐらい行きたいなという。まああとはタイヤがちょっとね、結構減ってるのと、あとね、タイヤカス、ちょっと取り切れてないんで今、ちょっとグリップがすぐ来ないと思うんで、ちょっと、そこがどうなるかなと。まあ、6本もあるんで、で、まあ、気温低い午前中だけかなと、狙い目は、思ってるんで、まあ、ちょっと、とりあえず走ってみたいと思います。で、今日ね、ロガーをね、いつも GoPro と一緒にロガーをしまってる袋があるんですけど、それにね、ロガーが入ってなくて、ちょっと持ってき忘れちゃったんで、ちょっとそれだけが悔やまれます。はい。前回の TC2000 でついたデカうんこが、こんなのついてたらね、そりゃタイム伸びないよね。最終コーナーのピックアップめちゃくちゃすごかったし。でね、右前がもうこんななくなっちゃって、これ今日後ろにします。はい、ちょっとね、まあベストはとりあえず更新したんですけど、
1本目ね、42秒863っていう感じでね、見事に全部セクターベストが揃って出た感じです。まあまだ出るとは思うんですけど、どこがダメかっていうと、やっぱ最終コーナーが結構アンダー気味なんで、ちょっと突っ込みすぎなのかなと。で、アクセル入れてもすごいピッチが出て跳ねちゃうんで、それがちょっとあんまりインに行きすぎると跳ねる感じです。で、打角もこう切っていけば切っていくほどピッチが出るんで、もうちょっとゆっくり丁寧にの方がいいのかなっていう。まあ各ヘアピンもそのターンインのクリップ付近での車のノーズの入りが結構待たないと入っていかないんで、まあ車のメカニカルグリップ的にそれが上げられるのか、それとももう待つしかないのかというのがちょっと悩みというか頭の中で葛藤している部分です。どうしたら速くなるかなっていう、という感じです。はい。で、最高速もね、去年139とかぐらいだったんで、まあ伸びてますね。で、最終をね、2速立ち上がりより3速の方がいいかなっていうことで3速使ってます。2とかやってるとピッチすごいのと跳ねるし忙しいしシフトの時間のラグがあるしっていうので、ちょっと3速で試してます。はい、こんな感じです。足されていく感じなんですけど、まあベストは更新できず、でセクターのね更新がここに6秒7っていうのが更新、これよりさっき出したのよりコンマ1速くなってます。最高速はまあ大体143、142、141ってあるから、まあ立ち上がりのミスだろうねという感じです。各ヘアピンのちょっとターンインの時のアンダーが結構すごくて、で踏んでもアンダー、プッシュアンダー、ちょっと我慢が足りないのかなっていうので、ちょっと我慢して踏みたいなと。あと減衰も後ろをちょっと固めたんで、ちょっとそれでどうなるかって感じです。はい。
サンヒート目走って、なんかね、リアから、ちょっとガラガラって聞こえて嫌だなと思って10分ぐらいで帰ってきました。タイムは全然伸びず、でも、諦めモードでだらけてしまってます。でもね、ちょっと今ね、曇ってきて、どんどん気温もまた落ちて、路面温度も下がってくると、グリップ戻るかなっていう感じなんで、フロント、なんかブレーキもね、ちょっとね、フロントのグリップ低いなっていうのもあるんで、ちょっと、気温次第です。はい。ちょっと音を聞いてもらえばわかると思うんですけど、なんかギシギシギシ、なんて言うんだろう、ギチ、なんかカラ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 みたいな音がするんで、ちょっとリアデフなんじゃないかな、みたいな。ちょっと。まあ、とりあえず42秒入れたから、よしとしよう。42秒5ぐらいは、行きたかったんですけど、まあちょっと、運転の下手くそだっていうことで、はい。いや、悔しい。まあでも、とりあえず、VAB 車種別レコードタイムだと思いますんで、皆さんちょっと挑戦してみてください、僕に。公式に、申請してありますんで、本庄のタイムレコードランキングに。はい。という感じでね、ちょっと途中での終わりになりますけど、今回の動画は以上です。で、この不具合がね、治れば、次 TC2000、新品052で挑む予定が入ってますんで、そちらをぜひちょっとお楽しみにしててください。はい。